ちは。こんにちは。さあ、はい、阿部選手の400号も飛び出しましたけども、まあ、何かとやっぱりこの読売ジャイアンツの話はやっぱり尽きないなと、いろんな話題が。まあ、はい、まあ、でも他の球団もそうだけど、もちろんそうなんですけど、やっぱり巨人もいろいろ目立つよな。やっぱ目立つな。見ちゃいますね、やっぱ巨人に巨人のことに関しては、はい、ピッチャーでいうと高木恭介投手。おお、負けんな。どうしよう、全然負けない。何試合負けてないんだ今。100何試合、数試合負けてないよね。まあ、ちょっとあわや160試合ぐらいか。はい、いや、あの楽天戦でさ、浅村に打たれて、あもうやばい、1-1からな、はい、2-1になって、はい、であと9回だよ、はい、松井が出てきて抑えるかなと思ったら、ビアヌエが逆転つけたみたいな。いや、でもそれもね、やっぱ打んだよ。やっぱ思ってるですね、やっぱり。でもね、やってることっていうのはさ、この前ノーアウト満塁で絶対絶命の時に、はい、これ絶対点取られるなって言った時に、はい、高木恭介が抑えちゃったからね。そういう試合もやっぱ作ってんだよ。だからいいピッチャーなんだよ、地味だけど。そうですね。だからそこまで負けないってやっぱ運もあるよ。確かに。だからこの前の楽天戦なんかもう全然運じゃない、はいはい、もうあれはもう負けペースでしたね、どっちかといったらもう、はい、そうですね。だから大切に使ってほしいよな。そうですね。だから原監督的にもだからもうそういう場面でもどんどん入れていくんじゃないですか。もうちょっと信頼しめる。いいっすね、左の、いい、まあ、今村投手とかもそうだし、うん、まあ、似たような左ピッチャー多いっすよね。ただ、浅村には勝負していったらいかんでしょ。まあ、そこでやっぱりピッチャー交代だよ。まあ、まあ、普通はみんなそうですね。そうですね。その後、田原が投げて、はい、抑えたんだけど、はい、やっぱもう右だったら田原行けばいいのになと思ったんだけどね。まあだけどやっぱ運でさ、はい、やっぱ勝ちゲームに持っていける、ね、負けないというね、うん、監督もこいつなりさしたら負けないみたいな、あれを担いでるってことですか。なんじゃないですか。まあここまで負けじゃないとそうじゃない、なんじゃない、こいつなら大丈夫じゃねえかみたいな、行くとこまで行っちゃうみたいな。五十嵐も少し運があって、そうですね、昨日も、まあ、はい、綱渡りだったから、ね、あれも抑えた、ね、まあ結局試合は負けちゃったけど五十嵐は抑えた、抑えてましたね。まあそういうことがあるね。で、あと、はい、あと坂本選手がなんと序盤に座ったというシーンもありましたけど、今回交流戦ちょっと待ってください。もっくんっていうやつがいて、はい、このカメラの後ろに座って撮ってるんだけど、はい、椅子がうるさいんだよ。こっち気にしてんのにな、ちょっと動きが。ちょっとまあ正直気にしますよ、結構。あいつ気にしないでも。ギシ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 。そうですね。まあいい椅子に変えていきましょうよ。確かに。まあ、そう。あ、音なんないやつね。そう。音なんないやつに。高級な椅子にしましょう。変えていきましょうよ。あのクレーとさ、あのコラボした時に。いいとこだったな。いやーもうあれもう室内で野球できましたもんね。そうだな、めちゃくちゃいいとこでしたね、あれ。まあまあ坂本ね。坂本選手ですよ。そうですよ、4番坂本ですよ。そうですよ、4番坂本。いや、やっぱ坂本しか頼るの、頼る人間がいないんだよ今現状で、はい、やっぱ一番俺球界の中でも 1-2 を争う勝負強さだと思ってんだよね、はい、彼は。でやっぱショートもやり、うん、1番も打ち、2番も打ちみたいな、まあ、時には3番打ち、うん、まあ4番になったじゃん、はい、それはね、坂本のリズムは狂うよ。そうですね。でもしょうがないんだよ、チームを救うために、はい、彼が被るしかない、それも分かってんだよ彼は、はい、ただここまで順調に来てたじゃん、はい、19本とかホームラン、はい、これが4番になることによってなんかどうなのかなっていう不安は、だからその坂本の中で4番になったからって不満はないと思うよ。ただ坂本の野球のリズムは変わるよね。うん、でもさ、よくやってるよ、俺頭が下がるよ、あいつには。そうですね、やっぱり。いや、高木恭介がパン取って、はい、セカンドスロー投げたら、はい、ワンバンド、ありました、ね、ワンバンドだから、ハーフバンドだから、それ処理して普通だと怒るよ、バカ野郎って、まあ思ってるかもわかんないけど、それ処理してゲッツーにしたら、うん、最高のファインプレーだから。いやなんかちょっとクールでしたよね、クールだよ。キャプテンですね。まあただ、はい、岡本を育てるために、はい、やっぱ坂本がこう被ってるんだよね、うん、で岡本が6番に下がり、はい、まあヒットが出てたけど、まあ楽になったのか知らないけどね、はい、まあでもやっぱ岡本がやっぱ復活して
逆に今度は坂本を楽にしてあげないとさ、それがチームワークだからさ、ね、だから坂本よくやってるっていうより岡本しっかりしろということだよね。まあ、最終的にはやっぱ岡本選手がやっぱ4番になってほしいですよね。やっぱいやもうそれが原監督の構想だからさ、うん、ああそういうふうにもう 今はだからこういう6番だけど、そう、まあ、最終的にはやっぱりそうそうそう4番だからだって1番吉川直樹、はい、2番坂本、3番丸みたいな、もう丸も大変だよ、坂本とひっつけるからさ、そうそうそう、もうあっち行ったらこっち行ったりするよ、この2人がいや、この2人が続いてこそ、やっぱ破壊力が増すからさ、プレッシャーも、はい、だからここは離せないわけよ、はい、丸坂本、坂本丸っていうのは、はい、ね、もうだからさ、でも俺はよ、丸の前に坂本を置いた方がより嫌だと思う、うん、そうですね。最近だとビアヌエヴァ選手すごいなんか活躍してますよね。最初はな原監督も最初使ってダメで途中で使ってちょっと打った時ある、はい、まあちょっと慣れが必要だね、うん、まだちょっとまだだけど原監督の構想から程遠い打線になってきてるよな。あ、なんかもうだからそこが心配だわ、うんうん、なるほどそうですね。まあ頑張ってほしいよね。はい、はい。